ながら言ってくれ。暴力だ。爽やかだな。危ない危ない。怪我する。さあ、どう似合う？似合うね。石原裕次郎並みのこの。そっくりこの辺が、ほんとほんと、ああいう格好じゃ一瞬。じゃあ俺がもっともっと細くないとダメだから、ほんとそっくり。誰に似てんの？ピーター・ホンダ。かっこいいじゃん。かっこいい、イージーローじゃん。あの髪型大変かっこいい人に。大変かっこいい人に例えられる。いった。誰今？いった。飛んできた。いった。いた。危ないからこっち足。何を？弱え弱え。ああ。ここまで喜ぶ。痛い痛い。違う。顎だらけ。ごめんなさい。どうぞカラリオ。なんでカラリオ。ケツ出すカラリオ。いやの。でかいでその通り。ショップの高い。今行ってんのその高いのすぐそばにある。あの向こうは何？あこの島、ま？島みたいな。幕張メッセ。もうあそこはマジでかないんでしょ別に。他の方がでかいからね。目立たへん。だから。田舎の門の集まりの精一杯の知恵出してるから中華街もあるよね。中華街もあの橋何あの光った橋ベイブリッジ、それは知ってんの？合ってんの？それは知ってんの？ベイブリッジでいいんだよね。合ってる？それは知ってんの？合ってんの？はい。もう一個なかったっけ？レインボーレインボーチャンネル。それはどこにある？千葉のリンパ工業地域。あっちの市原のとこ。台場はどっちだ？台場は分からん。台場は角度的には向こうじゃん。地理大好きだったからね。だけどこいつだけだよ。今もストッパーみたいにこうやって。ああそれだけはやっとった。ミニサイド大体ミニサイド崩したいんだから崩されたら両陣に行けば人数も揃ってるしミニサイドもアップして逆の左の外側に持ってかれたって崩しがないからそこになったら両陣が対応すれば全然みんなね左サイド、うん、右サイドやられても絶対慌てて飛び出すの、うん、左サイド8番かかるいやいやいやあ右サイド左サイドだよえイズマイルこの後12時半から食事ね。それより前行かないで。12時半から1時。あ、豪華やばい。ずっと。Eh bien, le match que vous avez fait contre la Belgique a levé parfaitement ce doute. 大会に入る前にあえてまだまだ疑問があって自分のサッカーは通じるなのかっていう疑問があれば、やっとこのベルギー戦が終わって、はい、この我々のサッカーは通じるんだっていう強い。On peut même dire pour voir que dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas de grands et de petits. 要するにこのワールドカップの中でみんなは十分見たと思うんだけれども、ビッグチームと弱いチームっていう差がほとんどない。Donc c'est une équipe qui va peut-être jouer avec la pression de dire on fait la différence ce soir.Et en même temps, qui peut se rassurer sur le fait qu'elle a encore un rattrapage. だから彼らロシアのアプローチというのは、今日の試合で勝って、これでグループリーグが突破は決まる。ただ、今日は負けなくても、負けたとしてもまだチャンスがあるっていう、プレッシャーのなさの中でやる。Je pense que c'est là le point faible. だけど私はそういうプレッシャーのなさでやるっていうことは逆に彼らの弱点だと思う。C'est dans cette approche psychologique qu'ils vont être faibles. 心理的には精神的にはそういう曖昧とした、試合の準備は彼らの弱点だと思う。今日の試合も決勝だから。Notre qualif passe par ce match ce soir. グループリーグ突破が全ては今日の試合にかかってるからだ。C'est une équipe qui aime partir
sur les côtés. このチームは最初の段階で、サイドを、攻撃の起点として使う。Qui aime bien combiner ou remettre. そしてそこからボールを落としていろんなコンビネーションを作る。Qui aime bien combiner ou redonner. 作ることは、好きなチームで。Qui aime bien redonner, qui aime redonner. いつも短いボール回しで、長いパス回しで。こういうコンビネーション、三角形のようなコンビネーションで攻めるチーム。L'objectif, c'est d'arriver ici des 1-2. ただし、彼らの目標は常にこういう狭い角度で、最初はゴールなんで、あんまり高い位置でのサイドコンビネーションは使わない。で、そこに十分言ったように、一回、前線に当てて、そこから落とされて、ミドルレンジのシュートが多い。Donc, la pression...ということで、中盤のプレッシングは一つの今日の試合の鍵だし、そしてそれと同時に後ろの最終ラインの押し上げ、最終ラインの切り替え、最終ラインのフォーワードとのボディコンタクトは一つの鍵になる。どっちかっていうと、とにかくまずスピリットが始まる。ファイティングスピリットというのはスピリットであるし、コミュニケーションで。コミュニケーションを言うと、コミュニケーションというのは味方に絞れ絞れっていう簡単な言葉から始まる。Pour ça, Yanagi Sawa。そして、前線のそういうプレイシングをかける柳沢と鈴木。中田。小野。明神、Ina、戸田。Vous êtes responsable 本当に今の人たちはこの前線と2列目コンパクトとしてのプレッシングの責任者。カピン、オノ、c'est comme toi。ちなみにオノにちょっとカルピンの話をしたい。彼は動いたら多分、君も同じゾーンで動かないといけない。Et quand tu vas y aller, il va te suivre。だからほとんど2人とも同じ気持ちで同じ動きで同じ意思で同じ選手で動くわけ。ただ言ってるのはマンツーマンではない。イナ、l'image de ton but。イナはベルギー戦の得点シーンのようにこういうような自らボールを持ってペナルティエリアまで持ち込むような積極性は必要になる。こういう局面、こういうチャンスはどんどん出てくるから意識しろ。自分のサッカーを出す、攻撃的にやること。リスクを通ること、de prise de décision、そして、しっかりと責任を持って判断すること、de combat、そして戦いなのだっていう意識も必要だ。que vous gagnerez ce match。この試合に勝つには今の話を守らないといけない。que avec 3 points, on aurait bien vu sur 90% de qualification。もちろん勝ち点3を得ると、グループリーグを突破する可能性は9割方になるけれども、mais il faudra toujours jouer。ただし、勝ち点3になったとしてもまだ決まらないから、最後の試合まだある。Moi, il est très loin. だから、でもとりあえず最後の試合を忘れて、今日の試合に集中してほしい。今日の試合しかない。Et personne pouvait penser que la Croatie allait battre l'Italie. そして、例えばクロアチアがイタリアに勝つと誰も思わなかったし、Et personne pouvait penser que l'Angleterre allait battre l'Argentine. イングランドはアルゼンチンに勝つと誰も思わなかったし、Et personne pouvait penser que l'Afrique du Sud allait battre la Slovénie. そして、南アフリカはスロベニアに勝つっていうことも、みんな驚いたと思うよ。Donc, on est dans la position de l'outsider. 我々もダークホースとしてそういう高いパフォーマンスに臨めないといけない。C'est le temps.De que vous preniez conscience de vos valeurs. 我々の、時が来たし、我々のサッカーが通じるよっていうことを世界に見せる時が来た。ビテン・ミヤモト。今日のキャプテン・ミヤモト。ただしボールスピードが速いから待っててゆっくりとこと遅めたら間に合わないから網張っといてパチンと攻めるようなイメージよろしく。一点やられるようなことがあったから二点絶対取れるからそこは慌てる。一点失敗する。黒く塗った。
上手ね。藤井選手、スカッドレポンパー、イバコーキー。ここはね、挑発とかいろいろあるからね、落ち着いて対応しよう。Regardez votre sang-froid. Hiji も入るし、なんかずるいやつだから落ち着いて。さあ、行こう！集中して！行こう！行こう！肩が行くかもしれないね。その時に全員はボール際に出されてる。そして工事がプレスイングに出た時に、本当はねシュートミドルレンジのシュートもあるけど、ただそのシュートの前のフェイントもあるからね。冷静に冷静に倒しよう。カルピーノは特にね、映像で見たよ。向こうのチームはベテランのチームだからね。彼らもいろんな作戦、いろんな罠に落ちるな。最初だぞ。スタート。我慢比べだよ。後半相手を打ってくるから。美しく自分のサッカーを出し合って。美しく自分のサッカーを出し合って。はい。はい。出発ぜ。On est dans une phase de combat. Il m'a montré l'attaque.
Donc pour l'instant, sur le plan défensif, c'est bien. Même si je reproche un petit peu à Miyamoto, quand le ballon est dégagé loin, fais 5 mètres. 5 mètres ぐらいでも、ライン を上げろ。Alors que le ballon est en touche.ボールがもう距離があるし、上げても全く危険はない。危険は全くない。そんな距離がある。それはネットってことね。向こうのフォワードを混乱させるっていうことだね。tu es toujours en train de contrôler. ちょっと止まってるね。コントロールばっかりやってるから、ね、bien. まあ、よ悪くないよ。悪くないけど、それより遊ぼう。それよりもうちょっと上げろ。そういう多少5メートルぐらいのそういう進歩が必要。リスクは全くない。そして1人目は松田と中田にもちろんメッセージをアピールして、みんな同じくラインを上げないといけないな。それは一つ。トダ、イナ、そしてトダ、Bien, hein, vous avez vu. Premier ballon, tu vois, il est au fast ball, mina. Premier ballon raté, deuxième ballon. Car le second ball est très important. C'est pour ça que, en début, comme ça, le niveau de l'esprit est haut. Donc, on est dans une phase de combat. Maintenant, bien sûr, actuellement, on récupère tous les ballons. Et le ballon est bien au milieu de la zone, donc pas de problème. Derrière, vous faites bien votre boulot. Et derrière, on fait bien notre boulot. Donc, pas de problème. Matsuda est bien au milieu, et Nakata est bien au milieu. Peut-être, je pourrais dire à Matsuda. Matsuda, il est un peu à l'aise. Peut-être d'utiliser plus ces zones. Un peu dans cette zone, feed aussi.もうちょっと。Un peu plus. そういう勇気がしてる。Un peu plus. もうちょっとの勇気がしてる。柳はよくやってるよ。だけど僕が持ってれば、スピードもあるし、技術もあるし。Aujourd'hui, on le match, on va gagner avec ses individus. 今日の試合はそういう個人性、各人の個人技で勝つかもしれないよ。Le match, il est bloqué. 試合は完全なる膠着状態だから。Derrière, ils nous mettent la pression. 向こうはもちろんプレッシャーをかけてるし。Un peu plus, il est. Un peu plus. Un peu plus. もうちょっと。Dans l'individualisme. 何か自分の個人性のプラス。C'est des situations. もうちょっと仕掛けろ。もうちょっと勇気を持ってやってる。Suzuki bien à la fin. Suzuki よく最後は。Au début, dormais. 最初は寝てたが、もう本当に最初はもっと積極的にやんないといけない。最後は良くなってた。Alors, そして全体でチームとして組織的に。On a les moyens de gagner ce match. 絶対この試合勝てるからな。Allez, on y croit. はい、信じろ、信じろ。最後。近場に投げろ。ディフェンス。なるほど。ったらそうディフェンス切ってもすぐに動かないと、蹴っても見てるとね、強いから自分は。切り替え切り替え切り替え早くして、少しずつ相手ずらして。もっとそんなすぐプレス来るわけじゃないから、相手の。あと2分で、そしながら。ちょっとコンビでさ、スペース空けて、作ってそこで入ってくるようにしないと、いつも来てやったらきついで。で、松の方の。今結構空くから、ケイトがいたところがすごい空いてるから、スペースが。一個顔出してくれると、サービンとこな。あそこスペースあるから、あそこ十分キープできるよ。サービンがずっと下がってもらってるから、絶対相手前にやってた。ノンバーが左手についてきた後。今出るに絶対ついてきてないから。あ、じゃあ一回落として。くさみに入ってるじゃん、俺。で、裏走る。あ、でもたまにはもらってよ、ちゃんと。スタイルで勝てないけど、クライドちょっと今から勝負だぞ。ここから最後の20分だぞ、大事なところ。20分踏まれ、ここ早く縛ってどうだろう、20分とか最後あれで絶対鍛えてくるから、絶対チャンスあるから。サーブの方でしっかり集中力を最後まで。スタイルを行きますな。行こう。Allez, go!
か。え、歴史が勝ったりしときな。自分が出て負けても最悪だったし、それだけは嫌だったからね。